こんにちは、宮崎健也です。今日はですね、以前インスタグラムに載せたあん馬のバケツの動画なんですけども、それを通常再生で皆様に見ていただきたいなと思います。それにプラスして、やっぱり文章だけでは伝えきれなかった部分っていうものも、何か見ていただいた皆様に伝わればなと思います。まずこのバケツの旋回なんですけども、私はいつも練習器具、まあ、ストレッチとかした後器具に入るまでの時間でやってます。でメニューとしては逆旋回30、正旋回30やってるんですけども、まあ実際はこれだけじゃなくてですね、まあ実際にちょっと習得したい技をバケツで練習したりもするんですけど、その私自身左肘はもう2年前ぐらいに疲労骨折をしてて、で右肘は3ヶ月前ぐらいに靭帯を、まあ、損傷してるんですけど、やっぱりそのうまく付き合っていかなきゃいけない中で、でもあん馬だったりとかのに使用する筋力、まあ、支持力とかをですね、やっぱ落としてはいけないし、これからももっともっと技入れ込むためには体力だったりもつけなきゃいけないので、こういった練習はすごく自分の中で大事かなと思ってます。で今逆旋30周が終わって正旋回30周やってる最中なんですけど、まあ、逆旋をする意味としては、その以前文字でも伝えた通り、やっぱり体を操る、体操は体を操るって書きますので、やっぱりそういった自分の体をコントロールする力っていうのはすごく自分自身大事なのかなと思って、やっぱ思った通りに体を動かせる力っていうのを身につけるためにも、まずはこういうあん馬のバケツでトレーニングしてます。まあ、あとはですね、あん馬っていうのは常に動き続ける種目なので、どこの場所でどの方向に力を入れるのかだったり、そういった器用さを鍛えるトレーニングにはすごくいいのかなと私自身思ってます。今回はここまでとなります。ご視聴ご清聴ありがとうございました。